for This American Life comes from Squarespace. Just a website or domain. That's squarespace.com/American. Quick warning, there are curses. めっちゃこれあれじゃない？コナン君みたいじゃない？Hey, welcome back to my channel. My name is Taka. 皆さんどうもこんにちは、Taka です。I'm gonna be doing a What's in my bag video for the first time. 今日はですね、What's in my bag? カバンの中に何が入っているかっていうね、動画を撮っていきたいんですけども、今ただいま8月30日ということで、9月6日から、授業があるんですけども、新学期が始まってしまうということですね。一度、カバンの中を、整理し直したので、今回皆さんに何を持っているか、何を持っていくのかを紹介していきたいと思います。今からちょっと簡単にカフェラテを作りたいと思うんですが、エスプレッソがないのでインスタントコーヒーでこちらを作っていきます。これも十分カフェラテっぽいでしょ。あ、いい感じ。こんなもんでいかが。 Cheers。 おいちぃ。まず、大学生が持っているアイテムっていうとこなんですけど、意識してることは2つあって、色の統一感と、まあ、軽さ、あんまりかさばらないようにしてるっていう。ということで、The first thing that I want to introduce you guys is my laptop. こちらが MacBook なんですけど、まあ、Windows のパソコンから、MacBook に変えたんですよね。M2 MacBook Air。2022年モデルかな？確か2022か2023年モデルだったと思います。から細くなっていくっていうタイプじゃなくて、このボクシーなタイプなんですよね。このちょっとデザインも好きで、あと、なんせ軽い 13.6 インチだったかな。サイズ感もちょうどいいですね。まあ、軽くてサイズ感もちょうどいいので、動画編集もそんなに困ってないです。カバーがこれですね。これ Amazon で買ったやつ。便利なんだけど、これについてきたのがこれ。この中に MacBook の充電器もそうだし、後で紹介するものがあるんだけど、いろいろ入ってますという感じです。iPad なんですけど、これも iPad Air ですね。前までこの iPad だけを持って学校に行くとか。っていうパターンがあって、一般に、パソコンと iPad 持っていくともう肩がね結構重くて痛くなっちゃうんで、軽さ重視っていうことでこの iPad Air だけを持ってた、ことがあったんですけど、授業のノートを取るときとか基本的に iPad を持っていけば、まあ、授業を受けられるかなっていう感じなんですけど、タイピングがしにくい、タイピングができない、キーボードがあるやつもあるんですけど、僕はこうついてないやつを買ってしまったので、ノートを取る、専用でございます。GoodNotes5 かなを使ってました。 Intercultural Communication、 こんな感じでノートを取ってました。でも今回、そうだな、今学期持っていくかは微妙なんですけど、Netflix を見たり、サムネイルとかを作るときに、割とこれで手書きとかがしやすくなるので、これでやろうかなというふうに思います。出番が少なくなっちゃうんですけど、まあ、これは持っていくか持っていかないか、今後ちょっと吟味していきたいと思います。次の、アイテムなんですけども、お財布です。いいよね、なんか大人っぽくて、シンプルで、黒で。こんな感じのお財布を使ってます。携帯ですね。 iPhone 12 mini ですね。 Vlog を撮るときよくこれで隠し撮りをしてるんですけど、いつもこうこんな風に歩いてるんですよ。こうしてるとき僕の Vlog 撮ってる証拠なんで、あいつ Vlog 撮ってるなっていう風に思っていただければなって思います。筆箱ですね。まあ、筆箱もあんまり持ってくしないんですけど、周りにね あるのでこれを持ってくようにしてます。こんくらいのサイズなので全然かさばらないので、グッドです。まあこれ折りたたみ傘なんですけど、まあ、たまに雨が降るときとか、まあ、日傘も最近はちょっと暑いから日傘を差すこともあるんですけど、一年中、折りたたみ傘を持っています。これも黒で、あんまり大きくないやつですね。ホットアイテムかなというふうに思います。これ、もう色の統一感とか言ったんだけど、全然水色なんだけど、今日は、日焼け止めとか、あとはコンタクトね、コンタクトレンズ、予備が入っていたり、目薬が入っていたりという感じのポーチでございます。これ100均の袋だと思います。あと、イヤホン、ソニーの、これはなんだ？ちょっと名前わかんないんですけど、大体1万5000円くらいのイヤホンです。モバイルバッテリーはめちゃくちゃ大事かもしれない。これ Amazon で買った。これ、ね、本当に固有名詞を覚えるのが下手すぎて、スマートボディープロっていうやつなんですけど、クレジットカードくらいの大きさのやつで、手のひらで
持ててしまうので、あの、まあ、持ち運びやすい。それに加えて携帯だったら 2.5 回、くらい充電できるのかな。 iPad も1回はできないかな、わかんない。でこれあと MacBook も、充電できるので、フルはできないと思うんだけど、まあ、一応いろんなデバイスに接続できるので、こちらめちゃくちゃ便利でございます。デザインも可愛いよね。うん、シンプルで可愛い。ちょっとマットな質感なんだけど。Yes, I forgot to introduce you guys my bags. こっちは、大学1年生から使ってるので結構ね年季が入ってしまってはいるんですけど、フィラでございます。これ本当にもうなんか4年前丸々使ってるくらいだから、ちょっとボロボロになってきてるんですけど、割と容量もいいので何でも入っちゃいますよという感じです。 This is another bag that I got last month. This is my new friend. これは、5000円くらいのやつで合成機かな、なんですけど、パソコンと諸々入れてこう肩掛けしていくなんてことも、ありますよという感じでございます。つけている時計は割とカジュアルめなやつですね。カジュアルの、ファッションに合わせたい時とか、あのこちらは、まあ、シックの時も合うしカジュアルの時も合う時計でございます。ノードグリーンさんのやつですね。I think I have introduced all of my stuff. ちょうどたまたま学校に行く予定があるので、動画を終わりにしたいと思います。